半馬岩尾先生です。XSQ の 15MS ですね。15分はバイナリーオプション用のね、インジケーターですけども。全部表示させても、白になってシグナルを送れるいいのがいつも出てきません。たまに1個出てくるぐらいですね。それで、今このシグナル出てますけども、今時間外ですのでね、まだ、8時になってないんですね。朝8時からスタートしますけどね。こちらね、ハイアンドロー、あと2分ちょっとですね。シグナルがね、8時から始まるということですね。で、15分足になりまして、年シグナル来た時はこのラインに入る場所ですね。この3つをどれかを選ぶわけですね。この中ですね、約13分後に決算されるね、決められるですね。ここですね、13分後は分析のデータとなります。それでシグナル出るとシグナルアラートが出てきますね。で、デモ版ではこの数字が10になっていると思います。デモオンが10ですね。10回に1回ダミーが打たれまして、ライブ投資できないようになってます。10回に1回シグナル、ダミーのシグナルが送られます。10回に1回ランダムでね、でダミーを送ったら必ずここに前回のはダミーでしたよということで、表示されますね。それで勝ち負けはちゃんと表示されますからね。ライブではダミーは出てきません。これライブなんですけどね。でこちらの意味はですね、1行目は全体の29個のシグナルはね、29個まで見てるんですけど、全体はね 58.9% の勝率であって、平均ピップスが 2.52 ピップスであるということですね。これ10倍になってますね。で決めてるのは 55% 以上でシグナルを取りますよ。そしてこの2行目ですね、ここの10個ですね、この点があるんですけど、この点、これがシグナルなんですけど、よく見るとですね、このようになってるんですけどね、この点がね、シグナルになってるんですよ。この点がね。で、ここの10個、最近の10個が 60.1% で、一応、シグナルを送るのは 60% 以上。EURJPY、USBCHF。ね、下に、平均ピップスが1ピップス以上ですね。だけシグナルを送る。だから条件はね、この 55% と 60% とこのピップスですね。平均ピップス。これ以上上回ってないと白く文字表示されませんし、シグナルが送られません。で、今、シグナルが ESDCHF って出たわけですね。USBCHF、USBCHF ね、これが上だったっけ、これが倍ですね。 USBCHF 上にということですね。これで出たんですけど、倍。USDCHF。USDCHF。
USB-C で上ですね、上に行ったらいいんじゃないかというようなことが出てきたんですね。でこうやって当社上にやりますね。でこの3つのブロックのうちの一番こちらで投資します。約13分になります。15分でもね、13分後に判定ね。でこのようにシグナル打ちます。あんまり下がったらまた、ね、3個ぐらいは打ちますんだけども、ここの状況とこの状況あたりで見た方がいいでしょう、ね、上がりました ね、このようにね、このシグナルがね、こう出てきたわけですね。他は出てないんですけど。で、設定値はこの50、ね、全体の勝率は 55% 以上。ここの最近の10個ですね、は 60% 以上でシグナルを送ろうと。で、平均ピップさは1ピップス以上と。いうふうにしてるんですね。これは、デモオンというのは、だからモード、これサンプルじゃないということですね、ゼロはね。サンプルは自由になります。サンプルはね、シグナルを送ったときですね、たまにダミーで嘘のシグナルを送るようにしてます。ランダムに10回に1回ね、そのシグナルを送ります。で次、それで、1回遅れて前のシグナルは嘘のシグナルでしたよということをお教えいたしますね。ね。ね。それで、わかるようになってます。ちょっと後はね、実際はこういうふうに送られてるということがわかるわけですね。だから、デモのサンプル版で送ると、ダミーが入るんで 10% 限定になるぐらいですかね。勝率 100% だったら 90% ぐらいの成績になっちゃいます。勝率 70% だったら 60% に落ちてしまうんですね。ダミーが出るようになってます。で、勝負が終わってから、ね、教えてくれます。これは嘘のシグナルだったんですよということね。ライバーはそういうこと で出ません。だけど同じ、全く同じサンプル版も同じインジケーターですので機能が全く変わりませんね。少し遅れてシグナルを教えてくれるだけです、ね。ことがある、たまに出るということですね。サンプル版の場合はですね、これですね。これでやってるわけですね。それでさっきのシグナルなんですけど、ね、上だったわけですね。正解で こう上、ね、うまく上がってますね。こういう風にして打ちます、シグナルが来たらね。まあ実際は、ね、ここで出てるわけですね。これですね。このシグナルなわけですね。ここで、ここに出てきたのかな。これはどこのシグナルだったね。まあ、こちらに表示でね、ターミナルとして、こちらの方を見ると、出てきますね。こっちですね。ここに、アラートに出てきたシグナルがね、出てます。これ最初のは時間外ですからね。まだ。時間外でしたから。で、こちらの時間帯はちょっと違いますからね。日本時間とね。4時50分だからまだ。ね。こちらの、時間帯と、4時55分、平均が合ってるか。これに表示されたのが合ってるみたいですね。これはだから時間外ですね。8時前だから。こちらですね。
USB-CHA これですけど、ね、一応シグナルを送ってんのが、ね、これ1本足っていうことですね。USB-CHF の Y55、40。これがね、全体のね、これはね、前に出てるんですよ。で、後半の勝率を 60%。最近の 60% の勝率で、55.、全体では 46.3%。29ですね、全体で今。ね。まぁ、ちょっと変わってますけど。で、ここのはいつも10個で見るようにしてます。最近のはね、10個だけ計算して、10個のシグナルを見て計算しています。ちょっと怒ってきたから、やばいかな。落っこってきちゃったからやばいよね。負けてきちゃったかな。でちょっと逆張りでも、シグナルがなくなっちゃったですね。どうだったかな、負けちゃったかな。あ、平気でしょ。ね、平気ですね。だいぶ上がってるから平気でしょ。ね、またね、ずれてシグナルが合わないと、ね。そういうふうにシグナル打つんで。で、あんまりね、何ピンも打つ、あんまり打たないようにした方がいいんですけどね。3本ぐらいでね。で、多く通したかったら、1本1本その3本を金額を上げてください。ね。このようにね。で、こちらのインジケーターは、これですね。今販売してるやつですね。15分足用ですね。ファイナルオプション。まあもう今何もないんですね。分析データがね。消えちゃいましたけども。今ので一瞬でいいのがあったんだけど、ね。もう終わっちゃいましたね。周期がないという。57.4%、50.1%。全然悪いのばっかしですね。これ55ですけどね。マイナスになってます、ピプスが。ね、60% だけど、質が悪いわけですね。マイナスになって利益ないんですね。勝率はいいけど、ね、そういうのですね。だから消えちゃってます。ね。こんな具合ですね。このね、エキスパートって書いてるところに、このアラートも出て、記録残ってますから。ね。で、デモの場合はこれ自由になってんだけど、このデモオンというやつがね、シグナル出るごとに10回に1回はね、ランダムで偽装のシグナルを出します。ライブ投資できないようになってます。ね、で、偽装出ても後で教えてくれます。終わってから。ね。今朝、終わってから。これは前回のは、ね、ダミーでしたよと。だから、それでね、結果は、ちょっと遅れますけど、後から落ちてくれますから、わかります。ね。シグナルこの通り、デモ版は打っても勝てないよ。10% を、落としてるんです。勝率をね、10% 落としてます。ただ版ですからね。一応サンプルということで、これがちょっと面白いでしょ。ちょっと他とないです。サンプル版でも全く本物と同じですね。これと同じなんですけどね。ということで、一目わかるわけですね。サンプル版を使ってね、本当に稼げるのかっていうのが 100% わかります。私の方のインジケーターのサンプル版はね、無料なんだけど、同じに分析できますから、ね。ね。これはライブ版ですけどね。このようにね。で、これ全部こういう表示、たくさん17通貨国、1、2、3、4、17通貨国かな、15分足がね。ハイアンドローションの場合は。これですね。
同じね、あの、何を言う話すか忘れちゃったですね。まあ、このようにね、点約、このとこに間に通し、13分後ですからね。ね。15分のバイナルオプションは、だいたい13分後に、ね、の評価の分析で、あの、シグナルを送ってきます。だから、これも打つときも合わせてね、こういうときにね、打つわけですね、このとこ。ここに出っ張ってんのはダメですね、こことかね。ね。まあ、最初打ったのは、ここに打ったわけですけども、もう時間経っちゃってるわけですね。このシグナルというのは、あ、また出てきましたね、USDCH。全体の29個のシグナルは 55.5% ですよ、とね。で、個々の10個のシグナルは、ね、ね、ここら辺最近の、これも出てますね。これも出てますね。これも出てますね。シグナル。点で、USDCHF、下に。USDCHF 下に売りなさいって出てきますね。ちょっと USDCHF。USD。ここから下ですね。今度打つときは、こうですね。ここに打つわけです。ここに。下。ね。USDCHF 下と。ね。今シグナルが来たんで。ね。ね。あ、怒ってきたでしょ。ね。で、さっきのはもうすぐ勝負終わるわけですね。これはまた勝ちでしょうね。ね。で、このようにね、シグナルが来たら、この中で打ってくださいよ、ということですね。ね。ということですね。シグナルはこうですね。これちょっと見やすくてね。ここは出てないでしょうね。ね、これね、USDCHF。この評価、セールっていうことですね。今、下ですね。全体では 55.463% で分析しましたよ。それで、個々の10個はね、この数は 60.101% の確率ですよ、ということですから。ね。まあ、評価的には、これと同じぐらいの、ね、確率性がありますね。ですね。これが8時12分34秒と出てますね。ここにも出てるんですね、下にね。ね。ですね。で、これをちょっと見てみましょう、ね。さっきのはどうだったのかな？これもうすぐ判定しますね。どうかな。これ勝負ついたんですね。勝ちましたね、またね。またというか、初めて一番勝ちましたね、朝一番ね。これデモでやってますけどね。あと5秒で決まるわけですね。はい、終了しまして。USDCHF 上に貼る。 USDCHF 上だって今度は。ああ、今すぐね、やっとかないといけなかったんです。これ上だそうです。今度また来たんでね。入ってない。ちょっと打つとこ間違ったな。ここですね。ここで打たないといけないんで、今。ね。出ちゃってますでしょ。まあ、しょうがないですね。これは間違いないでね。今は打っちゃったけど、出ちゃって打っちゃったんですね。だこれ勝敗ないですね。上と下だから。まず、まあ、ちょっと、ね。この場合は上と下だから、絶対ないでしょ。下っことも上とも。まあ、12円は損しますけどね。120円は損しますけどね。ね。ということですね。ここに打っていただければいいわけですね。
ここでもう打つあの説明なんで終わりましょう。シグナル出ても打つのはね、こうですね、こんな具合ですね、この15分足のインジケーターですね、このように白文字になったら、ね、全体の勝率が 55% 以上で見てて、ここは 60% 以上で見てるわけですね。で、1.0 ピップス、ね、以上の平均利益ね。で、分析させてます。ということですね。あと、そんな感じですかね。そろそろ、録画を終えたいと思うんですけど。これはいいでしょ。勝敗ないでしょ。これ、決算されるわけだから。ね。真ん中に入ったらっていうのはあり得るけど、そしたら儲かるけどね。ね。だけど、1個勝ってますから。ね。こちらの方、ね、さっきの、ね、さっきの勝ちましたから、これはもうどっちかですから、必ずね、勝つか負けるかですから、どっちかです。ちょうど両サイド離れてますからね。そういうことですね。このようにハイアンドロー社の15分で投資するということですね。さっきこれ打ち方間違えたんですよね。これは間違えないようにね、打つんだったらこの、ね、ここのところに、このラインに打ってるわけですよね。だということでね。その慌てなくていいんです。15分は、ま、あの時間があるんで。ね、慌てなかったら、これ、下に落っこってるから上ということでね、非常にいいわけですね。3分ぐらいは遅れても平気です。この15分からね。まあ、早く打っとくのは大事ですけどね。ということですね。ハンマヨー先生の、インジケーターのとアラートの説明ね。これが大事ですね。このシグナルだけだと点だけなんで上か下がわかりません。このシグナルアラートを見ないとわかりませんからね。これを見てください。バイとかセールって出てきますから、この通りに投資していただければよろしいです。それで、何品も、だから全部で3つぐらいいいところね。たくさん打たない方がいいですね。こう打ってね、こうですね、この時に、せいぜい、ここに来たらすごくいいわけですね。こんなところで勝てばもう2つも勝ちなんですけどね。んで、せいぜい3つですね。最後までで3つ打つと。ね。たくさん通したかったら、大きいのを3つですね。そんな感じで投資いただければいいと思うんですね。同じように投資続けて、もう、やや勝つ、ちょびっと勝つとかね、そんな設定よくしてね。ただ1本だけシグナル通り打ちますでしょ。そうしますと、ちょっと稼げるぐらいですのでね。そんなに稼げませんからね。シグナル通りやったってね。設定をちゃんと良くしてちょっと儲かるぐらいですね。ね。インジケーターのですね。こちらの設定ですね。そういうことですね。シグナル向こうは合うんでね。で、あんまりパーセント切ってあげるとシグナルが少ないんですよね。まあ、そこら辺でね。少ないので、少し勝率が少しは勝てるというので、あと自分の方での考えで、いい時にたくさん打っとくとかね、そういうふうにしておくんですね。どうもありがとうございました。2016年、ゼルトレダのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一なり1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間洋先生の15分足のインジケーターでした。このように白文字に出るのは本当少ないですからね。出た時にいいのだけを投資するということでお願いいたします。どうもありがとうございました。